んにちは、シティビオーチャです。ブラックです。ということで今回もですね、ウィニングレバープ2021やっていこうと思うんですが、今回は来週絶対当てたいランキングやっていこうかなと思うんですが、今回はですね、来週国代表 FP ガチャが来ます。いやしかもね、4つ4つ来るんですけど、なんかもう最近4つデフォみたいなね。はい、で今回来る国代表 FP、 フランス、イングランド、ベルギー、ポルトガルと。いや結構どこも暑そうだな。めちゃめちゃね、本当に暑い感じになっているんですよ。なんかむしろね、今週の FP は、まあ、実質モラタがね、はい、1人ぶち抜けて当たりなんで、 そうだね、まあ、そこをもしかしたら当たんない可能性もあるわけじゃん。はい、そしたらさ、その4つの来週の CS、はいはいはい、引いた方がいいんじゃないかっていうのはあるよね。あります。で特に、まあ、今回で言うとその4つの中からね、はい、まあ、どの国を引いた方がいいのか、そうですね、それも最後に言いましょうね。っていうのも最後にね、ちょっと言っていこうかなと思うんで、はい、今回はベスト10ということで、ちょっと多めということでね、まあ、あくまでオジティブ独断と偏見ですよ。はい、いっちゃいましょう。ということでまず第10位はですね、リュカ・エルナンデス、フランス代表 FP からですね。でリュカ・エルナンデスで言うとボールダッシュが、まあ、プラス5強化されているといった感じで90あるんですよね。スピード瞬発がともに90を超えている。でジャンプが90あって、フィジカルも90あって、ヘディングに関しても88なんだけど、あのディフェンスですから、アグレッシブネスっていうのが全部90台なんで、うん、かなりねディフェンス性能、そしてあの足元もねしっかりあるセンターバックみたいな感じになってる。ただ身長は182センチなんで、まあ、センターバックで使うっていうよりかは左サイドバックとかの方が、まあ、個人的になんですけどいいんじゃないかなっていうのはあります。ただね、逆足のせいで11なんですよ。通常使ってたんだけど、はい、足速いのがいいね。まあね、このね、あの90、90にあのディフェンス陣で、まあ、このスピシュンがね90台超えてるっていうのはね結構珍しいですね。それがやっぱでかいとは思う。はい、で第9位いきます。はい、ヘンダーソンですね。まあ、これはあのイングランド代表 FP からなんですけど、ジョーダン・ヘンダー、ヘンダーソンで言うとですね、ボールコントロールは今回プラス4強化といった感じになってます。まあ、ボックスボックスで後半が7あるで、ワンパスルパス持ってて、まあ、守備ができるボックスとボックスで、まあ、上の数値、まあ、パス系がすごい上手いと。で弱点なのが、まあ、ちょっと瞬発とかスピードがないと。であと決定力が74っていう、まあ、全体的な数値を見ると中盤に必要な能力であったりとか、まあ、スキルっていうのはやっぱあるんで、うん、あの使用感もですね2020の時は結構良かったんです FP だから、まあ、今回この順位に入れましたね。使いやすそうだよね。はい、まあ、後半も7あるし、そうそうそう。でボールダッシュとアグレッシブさ91、93っていうのは結構高いんで、このボックスとボックスの、まあ、CMF の選手として、だから結構ね期待してるんですよね、個人的に。うん、まあ、使って実際に使用感確かめてみたいなと思いますね。で第8位はこちらアーノルドということで、まあ、アーノルドで言うと今回カーブがねプラス3強化されてるといった感じで、まあ、もちゃ TV が思うのはアーノルドはね右サイドミッドフィルダーで使いたいなっていうのがある。あの 3CB とかね、はい、っていうのも、まあ、もちろんねディフェンスボールダッシュアグレッシブもなくはなくて、ともに80以上は全部超えてると。でスピードとか瞬発もあるし、ただ、ね、やっぱりどうしてもねフィジカルコンタクト76っていうのが、まあ、結構サイドバックに置くと、まあ、個人的には結構厳しいのかなと思うんで、ただねスキルですよ、ワンパスルーパス持って、そうだね、後半7あるし、で今回アーノルドスタミナも強化されて95乗ってるんですよね。フライパスとかグランダーパスに関してはすごい数値高いし、結構その 3CB の右サイドからフライパスパーンって出されると相手からするとめちゃめちゃ嫌なんじゃないかっていうのはあるよね。これはね、あのピンポイントクロスが、まあ、アーノルドとかロバートソンとかもそうなんだけど、もうねえぐいのが飛んでくるんですよね。体勢がちょっと悪くて もうピシッとこう通せるんで、まあ、本当に3バックの右サイドハーフ、これに関してはめちゃめちゃハマるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。で第7位いきましょう。第7位はベルギーガチャからデナイヤーということで、デナイヤーはですねディフェンスエースがプラス5強化されているといったので96あって、まあ、全体的にプラス2からプラス3といった感じ。センターバックの選手なんですけど、デナイヤーもまあリュカ・エルナンデス同様ね結構足が速いんですよね。うん、でリュカ・エルナンデスよりも、まあ、なんでねこうちょっとランキング上になったかっていうのは、まあ、コンディション安定度がまず1高くて6で、逆足ヒート精度も2にあって、であのデナイヤーでいうと左サイドバックと右サイドバックがポジション適正つけれるんですよ。それすごいね。これつけちゃうと全部ね両サイドできてセンターバックもできるみたいな。でそれでねディフェンスエースとか の数値とか、まあ、ボールダッシュディフェンス系も高くて、足元もまあそれなりにあるみたいな。でフィジカルコンタクトも、まあ、合格点の90にあるといった感じなんで、結構いいねこれ普通に。あの持ってたらかなり重宝しそうですね。そう、両サイドがやっぱりそう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 できるのでかいかなっていうのはある。はい、あの PSO の方でもあの結構ね使ってる人多いかなっていう印象あるね、このデナイヤーに関しては。普通にサイドで使いたいし、まあ、中央に使っても、まあ、ギリギリいいと思う全然。はい、第6位は、これ嬉しいんじゃないかなみんな、サンチョと
ということで、サンチョでいうと一番強化されてるのがオフェンスエースプラス4なんですよね。他がちょっとずつ1みたいな感じになってるんですけど、決定力が85乗ってるんですよ。でサンチョはやっぱりスピード瞬発圧倒的なで、足元がすごい、であと固定ダブルタッチがちょっと出せるのかな、サンチョに関しては。あ、特殊ダブルタッチか。そう、あの特殊ダブルタッチか、出せるのかな。であとボディコンが97あるといった感じで、あのウィングストライカーというかサイドのね、この足速い選手で珍しいワンタッチパス持ってると、うん、だからあの特殊ダブルタッチ出せてワンタッチパスがある、でそれでいてあの足も速くてボールが持ちやすい選手って結構珍しいんで、まああのサラーとかワンパ、はい、サラーは、ね、ないですね。そういうのがないでしょ、はい、で珍しいのマネがあったかな、いやないですね、ないと。で意外とねウィングストライカーとかサイドの足ちょっぱいな選手ってワンパない選手が多いんですけど、まあサンチョで言うとライブアップでが結構固定でシーンですよね、はい、だからそれがちょっと残念なんだけど、でもそれをね全然抜きにしても、まあ、かなり魅力的な選手かなっていう感じですね。はい、第5位はムバッペという、あー来ましたね。まあムバッペに関してはですね、今回ボールコントロールプラス4強化されてるんですよ、うん、じゃあ、ね、以前来てる習慣と比べてどうなのかっていうと、まあオフェンスエースを蹴ってるこそマイナス3負けちゃってるんですけど、ただまあこのムバッペに関してはね、今作のセンターフォワードでちょっと異次元の強さかなって思ってます。まあ、ちなみに通常で強いんでね。そう、まあ、もちろん習慣はぶち抜けて強いんですけど、習慣やばい、まあ、それの間に挟まれる CS、はい、まあ、これももちろん強いよと。強いですね。いうことでですね、いつもと比べてやっぱちょっとおとなしいかなっていうのもあるけど、もともとがムバッペすごい強いから、まあ、すごいんですよ。ちょっと強化されるだけで本当に強いんですけど、フィジカルコンタクト85、ボディコン97が、まあ、全て物語ってるかなっていう。まあでも習慣の影響により、まあちょっと5位、ちょっと5位、強化幅的にはね。第4位はね、ジョアン・フェリックスとポルトガル代表 FP ガチャからなんですけど、フェリックスなどね、瞬発力がプラス5強化されてるんですよ。素晴らしい。なんで、まあ、2020と比べるとコンディション安定度という部分が、まあ、プラス、あの、5になっちゃって、若干ね、コンディションというか、まあ、体調の面がね、あんま良くないんだけど、ただね、チャンスメーカーで瞬発が97あって、結構足が速い。で、それでいて、あの、ボディコンとかも高くて、で、あの、ボールコントロールが足元の技術もめちゃめちゃ高いと。で、ワンタッチパス、スルーパス持ってるチャンメ。逆足挫折ももちろん高いし、あの前線ので結構ポジションもね、あのこなせるっていうのもありますし、決定力も90乗ってるっていうのも結構でかいんで、うん、フェリックスもね、かなり期待してるなっていう選手ですね。そうだね、ちょっと使ってみたい。そう。ポルトガル代表 FP の中だと、ロナウドは、まあ、今回ちょっと言っちゃうといないんですけど、おー、まあ、個人的にはやっぱりフェリックスの方が、まあ、注目してるっていう感じ。ロナウド入れない。ロナウドはね、ちょっとヘディングかなんかがちょっと強化されて、他、まあ、強化幅ちょっとっていうのが。ああ、そう。やっぱありますね。第3位はですね、ルーベン・ディアスですね。ルーベン・ディアスでいうとフィジコンが今回プラス6強化されてます。97あるんですよね。で CS と比べてディフェンスエースこそ、まあ、マイナス3でも、あのこっちはフィジカルが、まあ、強化されてるんで、これはね、まあ、どっちがいいかって言われると、まあ、個人的に今回のなのかなっていう気はしてますね、うん、でルーベンはやっぱり逆足の精度も高くて、コーナーが7あるんでライブアプリがない環境でも使えるっていうのと、あとアグレッシブ率がすごい高いね、センターバックになってる。でそれでスピード瞬発もともに83あるし、まあ、左サイドバックまでね適正スケールできるっていうのもあるんで、まあ、かなりねルーベン・ディアスはね、まあ、身長こそ低いものの全ての能力値が高いかなっていうのはありますね。まあ普通に持っといて損はないかなと、はい、やっぱまだ FP でねゲットしてもないんで、そんなに、はい、まあ、ちょっとねぜひゲットしたいなっていう感じはあるね。だ欠点がないセンターバックって言えば、まあ、そうなのかなっていうのがありますね、うん、バランスいい、はい、ということで今回ね結構センターバック優秀なセンターバック多いんですよ。おお、なるほどね、はい、第2位はこちらジョー・ゴメスということで、まあ、この選手もねセンターバックでイングランド代表 AP ガチャからなんですけど、ジョー・ゴメスもねやっぱスピード93あって瞬発87でフィジカルも93あってスタミナからねアグレッシブスも全部90超えてる。でそれで足元の数値とかも高くて、なんとねこうね6あるんですよ、ね、素晴らしい。でこの選手 もう元からセンターバックと右サイドバックの本適性ついてて、左サイドバックつけちゃえばもう後ろ全部任せられるっていうのも、それめちゃめちゃありがたいね。で188cm で、まあねプレイスタイルっていうのがねビルドアップになっちゃったんですよ、2021から、うん、だからここはねただねビルドアップそんなにぶっちゃけ2021の、まあ、アプリやってきてなんか嫌な感じはそんな今のところしないんで、まあ、裏ケアがそこそこできてたら、はい、まあ、いいのかなと、まあ、あと気になるんだったらサイドとかで使う分には全然やれるかなっていう、普通にやっぱり両方できるっていうのがでかいよね。でかい、まあレジェンドでいうマルティーニとかね、うん、そういった感じのタイプになると思うんですが、まあ、めちゃめちゃ足速いんで、まあ、ジョー・ゴメスは本当に、ガチスカイ使う人も多いんじゃないかなっていうレベルです。通常でも本当に優秀なんですね、うん、そして第1位はこちらということで、バランセンターバック祭りですね。いやこれはね欲しい。
めちゃめちゃいいよね。強化幅的に言うとアグレッシブネスがですねプラス4強化されてるんですよね。あとは全体的にプラス1からプラス2強化なんですけど、バランもねやっぱりコンディションっていうのが6あって、まあ、フィジカルが強くて足元もしっかりあるで足も速い。フィジカル95でしょ。これが偉いと。で飛ぶんだよね99。これ191センチ でバランってなんかね他のセンターバックと比べて明らかにちょっと足が長いんですよ。足長いね。だからね、なんか飛んでくるんですよね、足が。これが多分一番大きな理由なのかなっていうのもあるし、まあ、センターバックの選手ってルーベンとか見ていただけば分かるんですけど、フィジカルが高くてボディコンが低い選手が多い。ただバラン81あるんですよ、フィジコン、うん、あのボディコンもね。なんで結構事故とかもやっぱり起こりづらくなってるし、しっかりあのアグレッシブネスとかも強化されてるんで、まあ、やっぱね今回のあのこの4つのまあガチャの中だと、まあ、ナンバーワンの当たりの選手なのかなっていう気がしてます。いやバランは欲しいねっていう、欲しいっていう人も多分かなり多いと思うんですけど、そう通常でも普通に使うもんからね。はい。で今回ですね、まあ、この4つのガチャ、まあ、国代表 EP ガチャね来るんですけど、まあ、一番ね引いた方がいいのは間違いなくフランス。フランス、まあ、これはまあバランでありムバッペでありっていう、うん、かなりね強力な選手がまあ手に入るっていうのもありますし、その次に来るのがまあイングランドかなっていう、まあ、これはやっぱりジョー・ゴメスとかサンチョとかね、まあ、そこら辺のまあ選手が手に入る、まあ、アーノルドも本当にすごいいいですよね、うん、でポルトガルかなと、まあ、ここはルーベン・ディアスとかフェリックスとか、まあ、ロナウドもまあそうだし、まあ、ペペとかもいるんですけど、まあ、結構熱いのかなって。ロナウドもね本当ランキング入っててもおかしくないぐらいだよね。そう、ただちょっと強化幅がもう少し欲しいなってのが、ね、個人的にありましたね。でやっぱりその最下位になっちゃうのがまあベルギー。これねベルギーがね多分みんな気づいてると思うんですけど、アザール入ってないんですよ、うん、でアザール入ってなくて入ってる面々もちょっと渋いっていうのがあって、まあ、デブライとかいるんだけど、でも変わんないんだよね。変わらないんですよ前回のマンチェスターシティとか。まあロナウドも変わらないっちゃ変わらない、まあ、そんなに変わらないんだよね。前回のさユベントスのやつが来てるんで、まあ、持ってない人にとってはでも嬉しいです、ね、まあ嬉しいっていう、まあもう4つとも本当に豪華な感じにはなってるんですけど、まあ引くならばこんな感じかなっていうので、そうだね、まあ、あくまでおもちゃ TV の独断と偏見なんで、はい、まあ、ロナウドとかね持ってない人にとっては多分ね結構欲しいっていうのがあると思うんですけど、はい、まあ、そういうのはねコメント欄に、そうですね、書いといてもらえればということで、はい、来週の月曜日ねめちゃめちゃ暑いですよ。楽しみなんでちょっと神引きを目指して、そう皆さん頑張って引いていきましょう。はい、この動画からぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。トゥシャーサラボー。